そうね。そうね。うんうん、私が入れたコーヒーどうだった？そうだな、ソフィアが入れてくれたんだ、ありがとう。ピカチュウが帰ってきたら飲ませてあげるってずっと練習してたのよ。ソフィアも心配してたんだね。そんなの当たり前じゃん、家族なんだから。ありがとうソフィア、最高のコーヒーだったぜ。うんうん、ブン。おう。おう。ええ、なわけあるか！お前がやったっていう証拠は上がってるんだ！びっくりした？ティム。取り調べの練習をちょっとやってみたんだ。あ、
パンナ。ヘラヘラ。ガーナ。ガーナ。ヘラヘラ、ガーナ。あの、なるほどな。あの、ガーナ。あの、どれどれ。あの、
ヘラヘラ。はい。
よし。よ
あ、マナ、なんだ今の声は。この先からだったよね。行ってみよう。いてててててて、にゃにゃ、おう、え、にゃにゃ、なんだこの暴れポケモンってのは。 R のことかな。俺たちが解決したから必要ないんじゃないか。引っこ抜いてやる。ダメだよピカチュウ。ピカチュウ、ピカチュウ、暴れポケモン出没注意か。
か。ここで間違いないな。うん、怪しいものじゃないぜ。俺はこういうもんだ。どうも。ハリー・グッドマンさん、探偵？ん？探偵じゃないぞ。え？名探偵だ。名探偵ハリー。さてさて。
さてさて、さてさて。はい。やれやれ。よし。やれやれ。あんな。よし。よし。推理してみるか。やれやれ。やれやれ。推理してみるか。推理してみるか。
そうか。よし。よし。やれやれ。よし。推理してみる、推理してみるか。よし。どうしたんだ？おい、大丈夫か？ペガペガ、ペガ、ペガ。わかったわかった。俺は何もしないぜ。仲間を守ってるんだな。ペガちゃん。おっと。すまんすまん。さてさて。
はい。よし。さてさて。
やれやれ。やれやれ。よし。よし。ついに。よし。よし。よし。ピーカ。ピーカ。見てくれよ。俺はあいつの手当てをしに来たんだぜ。ピーカ。よしよし、おとなしくしてるんだぞ。これを食べればすぐによくなるさ。キャブまずかったか、聞いてる証拠だぜ。やじゃやじゃやじゃ、
だいぶ元気になってきたみたいだな。さて、問題はヤンチャムをこんな目に遭わせた奴の正体だが。カラー！この声は。ビーカ。キャン。キャム。この先だな。よし。よし、推理してみるか。よし、よし。さてと、いっちょ登ってみるか。もう一息だな。やれやれ。誰かいる。何してるんだ。ピカ、ピカベーカー、ビ、おい待て。ピカベーカー、なんだ。やれやれ。お前たち、ここで何をしてるんだ。何って、タケノコ狩りですよ。そうは見えないようだが。チッ、あるで黙らせてやる。行くぞ。逃げるぞ。ピーカチュー！ドゥドゥドゥ！危ない！逃げるんだピカチュー！こっち
ピカチュウ、ピカチュウってば。こっち来てみろ。なあティム、竹林の匂いとこの風景、ここにいるだけでものすごく心が和むんだ。なぜだろう。
ブム？よ、だわどう？どう？どう？
完璧だな。剣舞。
おいおい。メシャシャメシ。おいおい。うん。こっち来てみろ。なんかこいつがノコッチか。珍しいポケモンらしいな。なんかあ、逃げ足の速いやつ。この写真に見覚えはありませんか？ずいぶんと懐かしい写真ね。これはプロジェクト立ち上げの記念に関係者で撮ったものよ。あの、
そうでしたか。お、よかったです。はい。なあ、コダック、調子はどうだ？クーバー。だったら話を聞きたいんだ。あのな。Bye.
うまいものを食べ過ぎたか？満腹で話す気力がないようだな。にゃあ。あの。ミミ。え？どう？うん。おいおい、チップ。うん。
だが、この場所、やっぱり。あ、どこに行くの？どうしたの、ティム？二人は先に行ってて、後から追いかけるから。そうだよ、間違いない。どうしたの、ピカチュウ？やっぱり、ここだったんだ。そうか。もしかして、やっぱりお前か。
おう。レイチェル、ただごとじゃなさそうだ。行くぞ。うん。ようゴロンだ。ちょっと頼みたいことがあるんだが、いいか。よっ。サンキュー。イエーイ。よっしゃ、これで100人力だぜ。行くぞゴロンだ。うん、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 おう。ありがとうな。ありが…ジャンプ。おう。おう。おい、ティム、見てみろ、足跡だ。レイチェルたちのこの橋を渡ったんだね。
よ。よ。お。お。お。うん。えらく丈夫そうな扉だな。鍵はかかってるのかな。試した方が早いぜ。うん、うん、っっっっこいつはびくともしねえな。ピカチュウ、よかった、無事だったんだな。ピカ、ピカ、クルラ。あいつまだいるみたいだな。やれやれ。よし。ピカッチ。ピカピカ。よし。よし。やったな。ビーカ。
鉄鋼、鉄鋼。よし。よし。ゴロ。ゴロ。よし。ゴロ。ありがとうな。ピカチュウ。ゴロ。よし。よし。ピカピカチュウ。ピカチュウ、10万ボルトだ。ピカ。ピカ。やったな。ピカチュウ。やるじゃないか、ピカチュウ。これで外に出られそうだ。お前のおかげだな。ありがとう、ピカチュウ。
よし。これが炭焼き小屋か。よし。よし。すげえなお前。ピカ。おい、大丈夫か？クズ。悪い奴らに利用されちまったな。ん？これは？アンプル。ひらめいた！ビガ！ポケモンが暴れていたのはこいつが原因だ。ビガ！そうか、お前もそう思うか。こんなものが出回ったらとんでもないことになるぞ。俺が食い止めてやる。ビガ！
いろいろと世話になったな。じゃあな。さあ、行こう。ピカ！ピカチュウ！ピカチュウ！
とな。おう。ありがとな。ありが。ほら。よし。早く早く。焦ってもスピードは変わらないぞ、リム。欲しいものはいただいたし、あとは探偵コンビを捕らえるだけだな。研究データを渡したんだから、さっさと立ち去りなさい。おいおい、ユニタスに歯向かうとは威勢がいいじゃないか。ユニタス？待っていたぞ名探偵。エリートの俺様が相手だ。行け！ゴロニャ！ゴロー！ローニャ！行くぞ、ゴロンだ！
これさえ外しちまえば。ゴロンダ、もう少しこらえてくれ。よっ、上出来だ。よかった。ええ、大丈夫。ええ、私も大丈夫よ。ただ大事なものを奪われてしまった。あの、あの、ティム、
ジェシカの話、気になることだらけだったな。そうだね。ジェシカを襲った奴らの狙いはエマの研究データ。彼らの名はユニタス。エマさんのプロジェクト名と符合する。ということは、研究所に行けば見えてきたな。俺たちを振り回してきた謎の輪郭が。そうだね。おそらく。待て、ティム。俺はこの推測が正しいのか確かめるためにもう少し裏を取る。裏を？ああ、明日の朝改めて情報を整理しよう。こうやって竹林を眺めているとハリーのことを思い出すぜ。やっぱりここも父さんと。ここは昔ハリーと一緒に暴れコドラと戦った場所でな。懐かしいぜ。そんなことがあったんだ。父さんとピカチュウがここで。あの時も本当に大変だったんだ。まあ、ピカチュウ、ちょっといいかな。ん？急に改まってどうしたんだ？二人きりで話がしたいんだ。うん、そういうことなら向こうで話そう。おいおい、二人きりで話をしたいなんて、ひょっとして恋愛相談か？違うよ。この町に来てからずっとピカチュウ様子が変だった。そうか？記憶が蘇ったせいで混乱してるんだよ。じゃあ一度整理してみようよ。いいぜ。どこから始める？じゃあ時系列に沿って振り返ってみよう。父さんはこの町に来た時、まずどうしたんだっけ？ハリーはポケモン暴走事件を追ってここに来たんだが、竹林への扉が閉まってたんで鍵を借りて、そこで俺と運命の出会いをしたってわけさ。それってちょっと変じゃないかな。ピカチュウと父さんが初めて会ったのは竹林だったよね。ああ、そうだぜ。だとしたら、ちょっと変じゃない？なんでピカチュウは父さんと出会う前の出来事を知ってるの？え？そう言われてみれば確かに変だな。ハリーから聞いたんじゃないか？それから
竹林でヤンチャムを助けたんだよね。ああ。俺は傷ついたあいつが治るまで離れずずっと守っていたんだ。薬探しは苦労したけどな。あれ？それは不可能じゃないかな。ピカチュウ、それはおかしくない？ずっとヤンチャムのそばにいたのなら薬を探しには行けないよね。あれ？いたはずだったけど。薬を探す時だけヤンチャムを一人にしちまったんだっけかな。ヤンチャムが元気になってその後どうしたのか覚えてる？ああ、竹林の奥の方からポケモンの方向が聞こえてきたんだ。俺は逃げるポケモンたちの足取りから岩の向こうに何かあると。それから岩を登って先に進んで、俺もハリーの後を追って岩を登って。あれ、やっぱり明らかに記憶が混乱してるよね。ピカチュウ、今言った通りだとしたら岩を2回登ったことになるよね。確かにそうだな。ハリーが登ってるのを見てて勘違いしちまったのかな。それから竹林の奥で何を見つけたの？コドラと怪しい二人組を見つけたんだ。そこで俺はこう言ってやったのさ。お前たちここで何をしているんだって。奴ら適当にごまかしてたが急にコドラが襲ってきたんだ。それってやっぱり変だよ。その怪しい二人組はピカチュウの言ってることが理解できたってことだよね。確かに変だな。ハリーが代わりに行ったんだっけ？見事危機を乗り越えて父さんとピカチュウはコンビ結成。帽子はその記念にもらったんでしょう。ああ、俺はピカチュウにこの帽子をプレゼントして、俺はハリーにかぶせてもらった。ピカチュウ、帽子をあげたのは父さんでもらったのはピカチュウだよね。確かにその通りだ。だんだん思い出してきたぞ。全ての始まりはあの事故からだったんだ。俺はあの日相棒のピカチュウを乗せて車を走らせていた。すると突然ブレーキが効かなくなって谷底に。そして俺は車の外に投げ出され、次第に意識が遠のいて気を失っちまった。覚えているのはピカチュウが必死に叫んでいたことだけ。そうか、ここまではハリーの記憶だったんだ。どうしたのですか？怪我はしていないようですが。ピカメカ、ピカチュウ！もう手遅れです。意識が消えかけている。ピカチュウ、ピカメカ！なぜそこまでして？ピカメカ！助けるにはあなたの体が必要です。何が起こるかは私にも分かりません。それでも助けたいですか？ピカチュウ、ピカ、
わかりました。ただし、一つだけ条件があります。私の細胞が人間の手によって悪用されようとしています。その細胞を取り返してください。ミカジ、ミカジ。回復はあなたのこの人間への思いにかかっています。では。とまあ、ミュウツーとのやりとりはこんな感じだったんだ。父さんとピカチュウは深い絆で結ばれてたんだね。ああ。ところでティム、お前 R 事件後のミュウツーとのやりとりを知りたいんじゃないか。え、あの時のことも思い出したの？ああ、ドラマの再放送を見た時のようにはっきりとな。R 事件解決後、俺はミュウツーに呼び出されてあの路地に行ったんだ。ほらよ、これが約束の仏だ。確かに、感謝します。じゃあ次は俺の番だな。その前にあなたに話しておかなければならないことがあります。なんだ、今さらできないってのはなしだぜ。あなたの中にピカチュウの意識とあの人間の意識が共存しています。これは奇跡ともいえるバランスで保たれているのです。おそらくお互いを思う気持ちが実現させたのでしょう。これを無理やり分離したら。それって命の保証はできないってことか。そうですね。成功する可能性は 50% でしょう。うん。もう時間がありません。どちらを選ぶか決めましたか？ああ、腹は決めた。その 50% にかけてやろうじゃないか。ならば。おい、ちょっと待った。命の保証ができないって俺だけじゃなくピカチュウもそうなのか？あなたとピカチュウは運命共同体ですからね。だとしたら賭けに出るわけにはいかないぜ。ちょっと人間に戻すのは待ってくれないか。きっと息子のティムが何とかしてくれるさ。それに奴の成長を間近で見てみたいしな。悪いなティム、まだ帰れそうにないぜ。いいでしょう。ただ今のあなたは技を使ったためにとても危険な状態にあります。人間の意識が強くなり、このままではピカチュウが消えてしまいます。じゃあどうすればいいんだ？意識のバランスを元に戻します。今のあなたの記憶は失われます。また記憶喪失か。おいおい、それじゃあ俺の存在をティムに。ずっと父さんを探していたけど、まさか隣にいたなんて。悪かったな。もっと早く気づくべきだった。道理で言葉が通じるわけだね。ってことが最大のヒントだったんだな。なんたってお前は俺の息子だからな。成長したな、ティブ。俺を探し出してくれてありがとう。これからなんて呼べばいいかな。父さんかな。ん？父さんだけどピカチュウだし。確かに他人に聞かれたら完全にアウトだな。今までと同じでいいんじゃないか。え？俺が元に戻るまではな。
そうだね、ロンさん。いや、ピカチュウ。みんなのためにも早く戻らないとな。父さんはピカチュウの強い思いとミュウツーの力によって命を取り留めていた。だが僕たちの仕事は終わっていない。エマさんのプロジェクト名ユニタスと奴らの組織の名前が一致した。次に調査すべきは共生研究所だ。本日はポケモン友好週間最終日。ライムシティの各地では様々なイベントが行われ、今夜ハワード市長はライムシティならではの夢のデバイスを発表する予定です。ポケモンと人間の絆を深める装置に市民は期待を寄せています。今夜か。市長は本当にユニタスとつながっているのかな？さてさて。ポケモン共生研究所跡地、そこに行けば全ての謎が解けるはずだ。それに父さんの体も取り戻さないと。ああ、今日は長い一日になる。準備を怠るなよ、ティム。うん。